そのメニューは星の数ほどあるとも言われ、今や全世界に広まった驚異の食、中華料理。かつて中国4000年の料理大国が未曾有の完成期に向かって流星を極め、幾多の超人的な料理人たちがしのぎを削って戦った料理戦国時代とも称される時代があった。時は19世紀、清朝末期の動乱の最中、帝都北京よりはるか西南は2000キロ、長江の源流ほとばしる霧深き天府の地、四川省のとある町から新たな中国料理人伝説が誕生しようとしていた。天才料理少年マオ。やった、見つけたぞ。このキノコは独特の風味を持つ最高の食材なんだ。頭は山で食材探しかい。っていうより、要するに仕事サボって遊び回ってるだけよ。二人だけの兄弟だっていうのに、ほんと先が思いやられるわ。苦労するよな。これじゃあカリンちゃんも当分嫁に行けそうにね。大きなお世話よ。そういや、料理長のパイさんが亡くなってもう1ヶ月になるかな。ええ、でもみんなで協力して、これからも母さんの味を守っていこうって決めたの。ああ、ここに来る客はみんなパイさんの味が忘れられなくて。11年前に死んだ父さんを引き継ぎ、料理長としてこの吉華楼を守り通した母さんは、四川の仙女と歌われた歴代屈指の名料理長だった。母さんが編み出した数々のメニューはこの店の歴史を次々と塗り替え、四川省随一の国営菜館吉華楼の名は全国にまで知れ渡った。ありがとうございました。ああ、うまかった。何しやがんだ。気をつけろ。おしちゃいます。何でも構わん、うまいものを出せ。この店にそんなものがあったらの話だろうな。ああ、間違いないよ。仮にお嬢さん、あの妙な奴がうちの料理に難癖をつけて金でもせびろってケチな輩に決まってますよ。でもどうする、重心任せてくださいって。パイ先生直伝のこの腕によりをかけて、うの根も出ないような料理をダーンと見せますよ。なみんな。どうぞ召し上がれ。俺の注文が聞こえなかったのか。え、うまいものと言ったはずだぞ。豚の餌にでもくれてやれ。
けて。本当のことを言ったまでだ。ふざけるな。スープを一口飲んだだけで何がわかる。どうせ最初から言いがかりをつけるつもりだったんだろう。そうだそうだ、そうに決まってる。うん、一口でわからんようで。上級中止が務まると思っているのか。上級中止だからってお前にここをめちゃくちゃにする権利なんてないだろう。それがあるんだよ。これを見ろ。中央料理会の重鎮李提督から送られてきた吉家老新料理長の任命書だ。つまりここは俺の店なんだよ。信じられない。あの李提督が得体の知れないこんな男を。得体の知れないだと。お、もう忘れたのか、この俺を。その火傷、あなたはジョアン。お前、やっと思い出したか。この店で10年も働いてやったのに薄情な奴らだ。俺は一日たりとも忘れはしないぜ。ジョアン、それではまんべんなく火が通るの。もっと心を込めて。うせえババ、グダグダ同じことを何度言いや気が済むんだよ。俺はな、とっくにあんたの技は全て盗んでる。俺にはもうあんた必要ねえのさ。技だけ盗んでも私の料理は作れない。それがわからない限りあなたはいつまでたっても一人前の料理人にはなれやしないわ。目を覚ますのよ、ショーは。黙れ、いつまでもガキ扱いするんじゃねえババ。こんな店にはもう用はねえ。この傷のおかげでどんなにむごい目に遭ってきたかお前たちには想像もつかない。だが俺はこの屈辱に耐え抜き、必死に修行を積んで上級厨師の資格を得た。この吉家をぶっ潰したい一心でな。ひどいわ、そんなの逆恨みよ。母さんは愛弟子のお前を上達させるために一生懸命だった。そして死ぬ間際まで母さんはずっとお前のことを心配してたんだぞ。どっちにしろ支援の鮮魚パイはもういねえ。この俺が吉家老の新料理長だ。はっ、やめろ。受けちび。私が閣下から新料理長を拝命いたしました昭安にございます。もう終わりだわ、母さんの店が。昭安とやら。はい。お前は思い違いをしているようだな。は？料理人の腕を確かめもせず国営祭館の料理長ともあろう大役を任せたりするものか。その任命書に私の判が押されて初めて正式に新料理長として認められるのだ。と申しますと？正式に任命するか否かを決定するのはお前の作った料理を食してからのことだ。わかりました。では何なりとご所望くださいまし。そうだ、ではチャーハンを頼む。チャーハン？なるほど、中華料理においてチャーハンは基本中の基本。それゆえ料理人の技術がはっきりとわかる。さすが若っか。すごい。でもどうして鉄鍋が3つも。それにあんなスープを作ってどうするつもりだ。チャーハンの味付けに使うとしてもそれではチャーハンの命である乾いた香ばしさがぶち壊しになってしまうはずだ。お前たちには分かるまい。何をする気なの。世界の珍味を味わい尽くし贅沢三昧で舌の肥えた金持ちどもさえも驚愕させた。これが上級中止昭安の神業だ。炒めた具とスープを合わせてうま煮を作る。そしてチャ
チャーハンと合体させた。なんだあのチャーハンは。などの海鮮類はどうしてもその生臭さが気になるものだ。どう処理したのか。まさに海と山の幸の合体。一般的なメニューに過ぎるチャーハンをここまで絢爛豪華贅沢無比なる一品に仕上げるとは。見事だ。さすがはパイの一番弟子だけのことはあるな、ショウアン。お言葉ではございますが、閣下、このショウアンもはやパイを超えたと自負しております。母さんを超えた。では、お約束の飯を。待った、僕にも食べさせて。控えろ。なお。それぞれの個性の強い海鮮類の生臭さを消し、海の味を旨煮の中に閉じ込めているのは感じる。何か特別の香りを。あった、これだ。そうか、金華ハムのタレに漬け込んだシャンツァイだ。小僧、シャンツァイか。でも違う、このチャーハンは決して母さんを超えてなんかいない。いくらパイのせがれだと言っても所詮はガキ。子供のくせに何がわかる。僕は生まれた時から母さんの働く厨房を遊び場に育ったんだ。母さんの味は全部この体に染みついてるんだ。わかるんだ、母さんのチャーハンの方が美味しいよ。黙れ。閣下、お聞き流しください。子供の記憶など何の証拠になりましょう。現実にパイはこの世を去り、すでにそのチャーハンが存在せぬ以上、私のチャーハンと比べることなどそれ自体が不可能なこと。もし誰かパイのチャーハンが再現できるとでも言うなら話は別だがな。できるよ。何？李提督、僕に母さんのチャーハンを作らせてください。何言ってんのよ、遊んでばかりいてちゃんと料理の修行もしてないくせに。言っておくが、国営祭館に出されるメニューには4000年の料理体系を誇る我が国の威信がかかっていると言っても過言ではない。すなわち、下手な料理を出せばまさに重罪に値するのだ。いかに子供といえども容赦はせぬぞ。その覚悟があって言っておるのであろう。はい、必ず僕が母さんのチャーハンを再現してご覧に入れます。半熟になったら、ご飯の一粒一粒はバラバラに、そして卵はふんわりと、ご飯と卵を絡めたら塩コショウで味付け、一瞬にして食材の味と香りを閉じ込める。それが炎の料理、中華の命。できた、完成だ。
小僧の作った料理など話にならぬわ。まおったら偉そうなこと言って、何よ、具に卵しか使ってないチャーハンで勝てるわけないじゃない。どうぞお召し上がりください、李提督。光が見えたような気が。そんなわけないよな。黄金チャーハンといえば聞こえはいいが、要するに具は卵だけ。何の工夫もない、ただの卵チャーハンにすぎん。騒ぐほどのこともあるまい。あ、どうしたの？もうダメだ。やはりな。これぞまさしくパイのチャーハン。バカな、そんなわけがない。確かに黄金チャーハンだ。米と卵を混ぜただけのものだが、米の一粒一粒が確実に卵にコーティングされて、初めてこのような黄金のごとき見事な輝きを放つ。四川においてパイにしか作ることのできなかったこの黄金チャーハン、わずか13歳の少年が再現してみせると。昭和の豪華絢爛たるチャーハンと比べてもまさに甲乙つけがたし。李提督、やるじゃないか。恐れながら閣下、数多くの食通たちを絶賛させてきたこの昭和の料理が魔王と同等とは、かの宮廷の大厨房において総監督官まで務められた方のお言葉とはとても思えませぬな。そこまでおっしゃるなら閣下、私にも上級厨師としての意地がございます。この魔王と正式な勝負をさせてください。すなわち四川省厨師連合公認による国営菜館料理勝負をお許し願いたいと存じます。10年に一度あるかないかの国営菜館伝統の料理勝負。勝負に負けたらそこで確実に料理人生命は絶たれる。まさに中国料理界の真剣勝負。国営菜館料理勝負の掟は知っていいような。勝負、仮にお前が負ければ、この魔王が新料理長になるばかりか、お前は中止の資格まで剥奪されることになる。そんなこと、奇跡でも起こらぬ限りありえません。こんな小僧を相手に何の心配がありましょう。僕からもお願いします。昭安との料理勝負やらせてください。まあ、お前が負けたとなれば、上級厨師を侮辱した罪として店の者ともどもここを出ていくだけでは済まぬぞ。はい、どんな罰を受けようと覚悟はできています。金華楼新料理長の座をかけた料理勝負だ。こりゃ見物だぜ。あの子ったら相談なしに勝手に決めちゃうんだから。でも課題は何かしら。難しい課題だと到底勝ち目はありませんよ。それでは課題を発表する。昭和、魔王、お前たちには麻婆豆腐を作ってもらう。よっしゃ、それなら僕だって作れるよ。ただし、ただの麻婆豆腐ではない、幻の麻婆豆腐だ。幻。本場四川のそれはラ、シャン、スー、タン、マーの5つの味が一体となる五味一体が極意と言われる。幻の麻婆豆腐は六味一体なり。六味一体。そう、六味一体の幻の麻婆豆腐、それが課題だ。五味に加えてあと一味。